はい、こんにちは、チャオカワネです、昨日ですね、ムムムム4兄弟違う、ムムムム4兄弟じゃないやムムの5つ子ちゃん華麗なる5姉妹なんですけど、すいません、受けた華麗なる5姉妹、生後40日目を迎えまして、生後40日目まで昨日見ていただきました。で、昨日の動画の中でも言ったんですけど、明日ですね、ご家族様募集をしますということで告知をしましたので、今日はですね、いよいよ、女の子の募集をね、受け付けたいと思います。で、女の子の募集、ほんと久しぶりになります。で、それもね、まあ、ご存知だと思うんですけど、ご予約をね、受けてた分っていうのが、今回ね、ようやく、ほんとようやくですね、一番長く待っていただいた方で3年です。本当に3年お待ちいただいて、ようやくちょっとお約束をね、果たすことができることになったので、それが昨日言いましたけど、ニカちゃんと、ニカちゃんですね、次女と三女ちゃんっていうのがね、もうご家族様が決まっております。本当にね、よくぞ、3年も待っていただいたと思います。本当にね、キャンセルもぶっちゃけ多々ありました。でもこれはね、あるだろうと思ってました。やっぱりね、2年3年待つっていうのはやっぱかなりの、年月になりますし、途中でね、いいご縁があったりとかしてね、ワンちゃんをお迎えされたりとか、それはそれで良かったなって本当に思っててね、そんな中で本当に3年とか待っていただいて、今回お約束を果たすことができます。で、その分でね、それ以降はもうご予約を受けてませんでしたので、最近でもね、実はずっと会ってるんです。お問い合わせがね、ワンちゃんチャオカネさんからお迎えしたいんですけどどうしたらいいですかとかね、あるんですけど、全て、募集をした時にね、よろしければお申し込みくださいということでね、ご予約は受けておりませんでした。それで今回ね、まあ、ニカちゃんとミカちゃんは決まってるんですけど、イチカちゃんと、シカちゃんと、最後の末っ子のイツカちゃんね、この3匹の女の子のご家族様をね、募集したいと思います。で、昨日もね、一人ずつ見ていただいたんですけど、今日はですね、募集をします。いちかちゃん、しかちゃん、いつかちゃん、もう一度ね、それぞれ見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃあまずいちかちゃんです。長女ちゃんですね。昨日もまあ見ていただきましたけど、すっごいね、可愛いですね。女の子らしい顔してますね。で、サイズはね、このご兄弟の中では、少しね、しっかりめになります。骨格もしっかりしてるしね、な感じですね。で、まあ成犬時、あくまでも予想ですけど、まあどのぐらいかな、2キロ台 2.5 前後ぐらいじゃないかなとね、予想しております。外れたらごめんなさいいちかちゃんでした。で、四女のシカちゃんですね。シカちゃんです。続いてシカちゃんになります。イチカちゃんとね、よく似てるんですね。で、体のサイズもね、本当によく似てて、まあシカちゃんも将来的に成犬時で 2.5 前後、ぐらいかなとね、予想しております。外れたらごめんなさいかわいいね、シカちゃんね。シカちゃんちょっと今のところおとなしめかな。で、お顔すっごいかわいいんですよね。びっくりするもんねはい、これしっかり握っちゃって、シカちゃんでした。待ってるよって。で、末娘のね、いつかちゃんです。今ちょっと寝てたから寝ぼけてるかもしれないいつかちゃんはね、昨日も言いましたけど、一番ちっちゃく生まれてきたんですね、今回ね。でもしっかりね、骨格もちっちゃいながらにしっかりしてて、ただやっぱり作りがちっちゃいんでね、いちかちゃん、にかちゃんよりは、一回り小さいサイズに、ね、なると思います。でも可愛いんですよ、ほら見て、可愛いわー、可愛いかいつかちゃんもね、ご家族様お待ちしております。よろしくね、待ってるよって。ということで、
みんなね、昨日も本当見ていただいたんですけど、順調にね、可愛く元気に、成長してくれました。どんなところにね、お迎えしていただけるのかなと楽しみなんですけど、募集のね、申し込みの、要項を、お伝えしたいと思います。まずあのお申し込みなんですけど、この動画の概要欄に、お申し込みフォームを、リンクを貼っておきます。そちらの方から、お申し込みをメールの方でお願いいたします。で、お名前、ご住所、お電話番号、書いていただいて、備考欄の方にまずは、どの子をご希望なのかをはっきり書いてください。いちかちゃんを希望します、しか、ちゃんを希望します、いつかちゃんを希望します、ということで、どの子をご希望なのかをまず明記してください。どの子でもいいんでっていうのはちょっとこっちの方では判断できないので、どの子をお迎えしたいということを必ず書いてください。それと、続けて備考欄の方にですね、これいつもあのお聞きしていることなんですけど、まずですね、一つ目に、現在の家族構成を、教えてください。例えば、4人家族ですと、ご夫婦2人とお子様2人、ですとかね、妻と2人暮らしですとかね、そういう感じで、家族構成を書いてください。それから、今お住まいのね、お宅が一軒家なのか、それとも、マンションなのか、マンションとかアパートとかの集合住宅なのか、でもしマンションとかの場合であれば、ペット可の物件なのかっていうのをまず書いてください。それと、現在他にね、先住犬のワンちゃんが、いるかどうかっていうのも教えてください。で、例えばいらっしゃる場合には、ヨークシャテリアの男の子の、5歳何々くんが、いますとかね、そんな感じで書いていただけたらいいです。いない場合は現在いませんで結構ですので、よろしくお願いいたします。それと、子犬のお譲りにつきましては、それも子犬のお譲りに関する表記っていうのを、この動画の概要欄につけております。で、そちらにね、チャオカーネの子犬にお譲りすることの全てが書かれております。お値段から全部ですね。ですので、お申し込みの前に必ずそちらをね、一読されてご確認されてから、ぜひお申し込みいただきたいと思います。で、その子犬のね、お譲りの表記にも書いてますけど、必ず一度は、チャオカーネまで足を運んでいただいて、子犬に会っていただくと、ご見学していただくっていうのが、これもう絶対条件となります。どんなご遠方であってもですね、例えば北海道であろうと青森であろうと、青森は実際もう来ていただいたこともありますしね、うん、必ず、チャオカーネまで来て、直接会っていただくっていうのが、絶対条件になりますので、それが可能な方よろしくお願いいたします。ちょっと行くのは無理なんだけど、この電話やメールだけのお問いですね、やり取りでダメですかっていうのは、これはもうダメです。これはあの僕がダメって言ってるわけじゃなくて、もう法律上ダメになっておりますので、必ずここまでね、まあ、九州の佐賀県になりますけど、足を運んでいただける方に限らせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、お申し込み期間なんですけど、今日が8月の22日月曜日ですね。今日から3日間とさせていただきます。8月の22、23、24で、締め切らせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでね、早い者勝ちってわけではありません。どういう、例えば、いちかちゃんにね、2件、3件とかね、しかちゃんに2件、3件とか、こうか、もしお申し込みが重なってしまった場合には、私の独断で、茶王子さんの独断で決めさせていただきます。これ選考基準とかはちょっと言えないんですけど、独断で決めさせていただきますので、早いもの勝ちでも全然ありません、うん、なのでね、その点だけご了承ください。で、お譲りを、ね、お願いするお客様の方には、連絡を僕の方からいたしますし、もし重なってね、今回は申し訳ありませんっていう場合でも、必ず私の方からあのご連絡差し上げますので、それで、ね、ぜひね、ご了承いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、本当にね、久しぶりの女の子のお譲りになります。生まれてなかったんですよね、お譲りしたくてもね。なので本当にね、今回あのムムちゃんの五つ子ちゃんね、5姉妹ということでね、ちょっとうちでもまあ初めてのことでね、女の子をお譲りすることができ
きますので、本当にねいいご縁がご縁をね、お待ちしております。で、最初にも言いますけどね、今まで、本当にねご予約を受けてから、ようやく、お約束をすべてね、果たすことができます。で今回のお客様に限らず今までね本当にお待たせして、茶お金からお犬を迎えたいというお気持ちでね待っていただけた、皆様、本当に心より感謝いたします。ありがとうございました。それで今後はね男の子も今もうずっとそうしてきたんですけど男の子も女の子もその時その時で募集をしてその子をねぜひ家族に迎えたいと思われる方に、お譲りしていきたいと考えておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。重ね重ね、本当にねありがたいんですけど、今回はね、いちかちゃん、しかちゃん、いつかちゃん、いいご縁をお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではでは。